こんにちは。本日ご紹介するのは、女優、タレントとして活躍中の小池栄子さん。1980年生まれ、東京都出身。今や女優としてのイメージしかない方も多いと思いますが、デビュー当初はグラビアアイドルとして大人気だった小池栄子さん。彼女の経歴を改めてご紹介したいと思います。小池栄子さんは学生の頃は保育士を目指していましたが、イエローキャブの野田社長にスカウトをされたことがきっかけで芸能界入りしました。イエローキャブといえば、小池栄子さんのほか、めぐみさんや佐藤恵理子さんなど、巨乳グラドルの宝庫と言われた芸能事務所です。小池栄子さんは、スカウトをされた当初は女優志望だったこともあり、水着が NG だったそうです。しかしながら、ドラマのオーディションに参加をしても一向に受からず、せっかく芸能界に入ったんだからという気持ちで、渋々 NG だった水着を解禁してグラビアに進出しました。最初は渋々だったグラビアも途中から楽しくなり、最終的には求められるものは続けていきたいとまで語っていたそうですよ。ただイエローキャブが分裂をしたことをきっかけに、グラビアは事実上の引退になってしまいました。その後の女優としての活躍は皆さんご存知の通りです。改めて当時のグラビアを見てみると、鼻筋の通った日本人離れしたお顔立ちとボスケデザイチセックスボディに、一体何万人の男子に性の目覚めを与えたのか想像もつきません。ちなみに小池栄子さんの過去出版した写真集に、乳輪のようなものが映っているという噂のショットがあるそうですよ。気になった乳輪鑑定団の兄貴たちは、ぜひ小池栄子さんの写真集を手に入れて、ご自分の目で真顔を確かめてくださいね。また小池栄子さんはこの秋の日本テレビ系水曜ドラマ、こたつがない家で主演を務めるとのこと。久々の連続ドラマの主演で相当気合が入っているみたいですよ。こちらも要チェックですね。以上、小池栄子さんのご紹介でした。今後も彼女のますますの活躍に期待しておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、グラビアアイドルをその魅力とともに紹介していきます。動画が良かったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。